日本サッカー大展望ということで皆さんにお話を伺っていきたいと思います。まずアジアカップの優勝予想ということで、やっぱ日本ダントツなんですね。やっぱり過去の大会と比べても日本が圧倒的に有利なんじゃないかなっていうのは選手の質を見ればわかるので、例えばスペインなんかでももうものすごく、いやもう日本は絶対勝つでしょって報道されてます。何パーセント優勝確率があるか、木崎さん刻みましたね。 51%。 準決勝でサウジアラビアとかオーストラリアと当たる確率が可能性高くて、決勝ではカタール、イラン、韓国とか、やっぱここら辺のその最後の2試合勝ち切るっていうのは本当簡単じゃないなと。富安がいない状況でディフェンスラインがどのぐらいその質を保てるのか、彼的なところで補完できる選手が今ちょっといないなっていうところが、逆に言うとキーパーソンでもあり、そこのポジションっていう意味では穴かなとは思います。世界でこれからブレイクするんじゃないかという日本人選手を皆さんに占ってもらいました。はい、ピボットフットボール新春特別編ということで、2024年サッカー大展望やってます。パート2ではですね、日本サッカー大展望ということで皆さんにお話を伺っていきたいと思います。ということでですね、まずちょっと一つ目に、2024年3月にこの宮本恒靖さんが、まあ、サッカー協会、サッカー全体のまあトップですよね、会長に就任するということで、このニュースはグッドニュースなんでしょうか。皆さんちょっと見解を聞きたいなと思って。なんか言ったそうですね。俺って言っちゃいました、はい、いや具体的に会長になって何するかみたいな、はい、マニフェストみたいなの聞いてないんで、ちょっとわかんないですね。その監督としての資質とか能力で言うと、おやおやっていうところが多かったですけど、まあ、正直、その現場の監督とフロント業務って全然違うんで、なんでそういったところで、なんかこう、田島さんの傀儡みたいな感じなのか、自分でちゃんとやりたいことだったり、こうしたら日本サッカー良くするみたいなビジョンが聞けたらすごい嬉しいなと思って、今は適当なことは言えない感じですけど。常井さん、かわいそうなのはガンバ大阪時代のロッカールームの映像が、まあ、オフィシャルとして出てるんですよ。YouTube とかでも見れるんですけど、それがすごいイメージ悪いんですよね、うん、なんか全然理屈を言ってないというか、感情論で無茶ぶりをしているように見えるんで、それでちょっと評価落としちゃいましたね、うんうん。まあ、僕の場合は、まあ、ピッチ上の現象なんですけど、それとロッカールームがリンクしてたなっていうふうに思っちゃったところがあるんで、うん、でもそれがまあね、ちょっと実態は分かんないですけど、FIFA マスター取ってたりとか、うんうんうん、あとはまあよくある話で言うと、アジアカップ の PK の時の、レフリーとコミュニケーション取って場所変えさせてみたいな、うん、ああいう、なんですかね、海外へ物落ちしない交渉力みたいな、うんうん、でそれがないとやっぱり今後ね、日本代表の強化の部分でも、例えば向こうはネーションズリーグやってるのに、こっちはその隙間縫わなきゃいけないとか、うん、そういうところでこう宮本さんが持ってるものを駆使して日本代表の強化につながるような活動してくれるのはすごい嬉しいんで、うん、なんでそこはもうマニフェスト聞いてからっていう感じになりますね、うん、その PK の交渉で僕もちょっと言おうとしてたところがあって、田島さんが会長になったわけですけど、まあ、昔かつての会長の犬飼さんが、田島だけには絶対会長やらせるな、うん、あいつはポリシーがないからダメだって言ってたんですよね。で、まあどうも、で、その体制につくというか、これはこっちがいいなってさ、こっちになって、明日はこっちになってみたいな、ポリシーがないから良くないっていうのが、よく知ってる人からの見方なんですけど、ただなんか田島会長が意外とポリシーがないとしてですよ。でも、こう最近の中東強いところ、サウジの支持に回ったり、カタールのワールドカップの支持に回ったりして、そういう流れで、どっちかっていうとその人たちに恩を売ってるわけですよね。で、今度、常さんが、じゃあ、落ち、ツートン売ってたよね、みたいな。じゃあ、ちょっと日本のワールドカップ開催権、次、50年に向けて、ちょっと今度協力してよね、と。中東の皆さん、西アジアの皆さんに協力してよね、みたいな。そういう、だから、PK の時もそうですけど、そういう交渉力を発揮したら僕面白いなって思ってるんですよね。はい。2050年、日本ワールドカップ開催までにやりたいんです。もう一回やりたいんです。50年までに、ね。優勝する。はい。で、ただ、その、32年か。今、次が26年大会、30年 ?30 年とかの時に、サウジのところも立候補に回って、うん、サウジが立候補するって話で、うん、そっちも、支持に回るって、もう、田島さんのもとで決めたんですけど、うん、そういうのをしてるから、じゃあ次はねっていうことをちゃんと握れるような、交渉、確かに PK の時は僕もそれを言いたくて、うん、そういうところはできるんじゃないかなっていう意味で、まあ、全く監督と会長ってもの、求められる能力が違うと思うので、うんうん、まあ、やってみないとわかんないけど、なんかちょっと期待できる部分もあるのかなと。もちろん、田島さんの傀儡だというのはすごい言われてますけどね。うん、それが実際どうなのかっていうのは、まあ、ちょっとまだわかんないな。就任時で47歳ってことで、一気に若返って、ね、そこはやっぱいいことですよね、うん、基本的には。まあ、一つ良かったなって思うのは、地方のサッカー協会、各県に、都道府県にサッカー協会あるんですけど、聞いたら、やっぱ一番怖かったのは選挙の前に、日本サッカー協会が2つに割れてしまうことだった。で、鈴木徳明さんって方は立候補しようとしてましたが、結局立候補できなかったんですけども、非常にその優秀な方で人徳もあるんで、
どっちが本当勝つか分かんないと言われてたんですけども、それによって派閥争いみたいになっちゃったら日本サッカーにとって良くないって言ってたので、二択で言ったら、まあ、常さんになって、一つ決まったら良かったなとああいう割れずに済んだ。で、一つ不安としては、常さん、やっぱ国際的に顔が売れてると思うんですけども、やっぱりアジアサッカー協会の政治を見ると、各国に投票権があるんですよ。で、そこにやっぱり投票し、日本にしてもらわないといけない、その理事になるときに。で、それにやるにやっぱこの揉み手というか、国際政治ので偉そうにしてるとやっぱりなかなか通用しないというか、いかにその愛想よく相手の懐を飛び込んでいくかっていうところでは、まあ、常さんがどれほどそれをできるかっていうところが、まあ、課題なんじゃないかなと思って見てますけど。寝技も必要ですよね。超寝技が必要だと思います。田島さん、僕すごい評価してるのはそこですね。国際舞台で寝技ができる。小沢さん、どうですか、評価として。僕も実際にやってからの、ね、こう言動でお手並み拝見したいなと思ってますし、まあ、ただ日本のサッカー考えると、もう国としてお金ないんで、サッカー協会もお金ないんで、やっぱり中東に寄り添いながらうまく政治力を発揮するしかないと思うので、まあ、その辺が元選手のキャリアでそういう政治的なこと交渉ができるのかなって若干疑問の目は持ってます、うんうん、その辺は逆にもう叩き上げの方で、選手のキャリアがなくてもなんかそういう政治的なことがうまくできる人の方がいいかもしれないなと思ってます。わかりました。ということで、今回の日本サッカー展望の方ではですね、アジアカップ展望とパリ五輪展望と日本人の欧州の日本人選手展望とやっていきたいと思います。まずアジアカップの優勝予想ということで、やっぱ日本ダントツなんですね。そうですね、このベッドウェイっていうブックメーカーなんですけども、うん、日本が一番いいと。で、次サウジで、韓国、イラン、オーストラリア、カタールというふうに続いてますね、うん、過去こんだけ日本がダントツのオッズが、ね、高いってなかったんじゃないですか。すみません、過去のちょっと調べきれてないんですけども、韓国よりかなりですね。やっぱり日本と韓国ライバルとしていつも争ってたと思うんですけども、まあ、日本これ抜けた評価っていうことはあるんじゃないですかね。そうですよね、まあ、今回まあ日本、まあ、優勝が史上命題だと思うんですけど、何パーセント優勝確率があるか、最大のライバルはどこかっていうふうに聞きました。木崎さん、刻みましたね、51%。結構逃げつけようみたいな。トーナメント表でやってみたんですよ。で、結構やっぱ簡単じゃないかなという気がしてきて、準決勝でサウジアラビアとかオーストラリアと当たる確率が可能性高くて、決勝ではカタール、イラン、韓国とか、やっぱここら辺のその最後の2試合、勝ち切るっていうのは本当簡単じゃないなと思って、まあ 50%。でもやっぱ 50% よりは高いんじゃないかってことで 51% にしました。はあ、決勝日韓戦だったら盛り上がりそうですね。うん、そうですね、うん。まあ僕はカタールが来るんじゃないかと見てるんですけど。はあ、強いですか、カタール。カタール、やっぱ帰化の選手が多いですし、で、新たにブラジル人の左センターバック、左利きの非常に配球がいい人が帰化してるんで、ワールドカップの時より強い。うん、で、何より自国開催ですよ。だ、結構そのパワーもあるんじゃないかなと思って見てますけど、まあ、レフリーもそっちが有利な笛も吹かれるでしょうし、うんうんうん、年末に実際に対戦してきてるんで、木崎さんの情報はね、多分そうですね、森保監督にあげてください。いや、まあ、役に立たないですけど、カンボジアとカタールが練習試合やるんで、やったというか、まあ、31日やったんで、それは一つ、まあ、カタールも準備してるっていうことですね。小沢さん 60%、 そしてイランがライバルということですね。はい、まあ、やっぱり過去の大会と比べても日本が圧倒的に有利なんじゃないかなっていうのは選手の質を見ればわかるので、で、まあ、活躍している各クラブでのパフォーマンス見たらわかるので、まあ、それプラス最近の日本代表の試合内容、勝ち方しても、例えばスペインなんかでも、もうものすごく、いや、もう日本は絶対勝つでしょって報道されてますよ。そんな感じですか。やっぱりドイツにあれだけの勝ち方を2連勝したりとか、内容も毎試合いいので、やっぱりスペイン人の指揮者なんかに聞いても圧倒的に有利でしょっていうふうに見てますし、まあ、逆にやっぱりスペインなんか心配してるのは、そうなると久保返してもらえないじゃんみたいな話になっちゃってるので、で、まあ、その中でのライバルは個人的には、まあ、イランがやっぱり怖いかなと思ってます。そうですね、決勝の後に久保選手のチャンピオンズリーグの試合、そうなんですよね、だからそこが、まあ、13、14のところのあたりなのか、その次のなるのかっていうところで、まあ、パリ・サンジェルマンとのこうファーストレグがそのすぐ明けての週になってしまったので、まあ、決勝まで出ると、まあ、もちろん中3日ぐらいあるんで戻ってこれるんですけど、まあ、実際に難しいんじゃないかっていうような話にはなってます。リオドさん 75% ということで4名の中で一番高い確率です。そうですね、富安とか、うん、まあ、富安がちょっとギリギリになりそうじゃないですか。富安いたら 100% にしたかったですけどね。はあ、富安がいない状況でディフェンスラインがどのぐらいその質を保てるのか、
で、多分ですけど、日本代表の場合、まあ、昔のまんまだったら重要な試合ほど森保さん結構序盤蹴らせるんですよ、前に。前のアジアカップだと、イラン戦とか結構前に蹴らせてて、で、それは、戦い方的にいいと思うんですね。これなんでかっていうと、キーパーから繋ぐときに、めちゃくちゃ日本のプレスって、ビルドアップってハマりやすい形でやるんで、ってなると、こういう国際大会で、ちょっとそういう色気を出さなかったら、日本の場合は、前のアジアカップよりも、一人で剥がせる選手が多いんで、で、プレスのところも、同じように決めきれてはないんですけど、2列目のサッカー、選手たちのサッカー能が、サッカー IQ が高いんで、プレスがはまりやすい。相手のボランチを開けないようなプレスをかけられるところもあって、なんで75、最終局面で指定したらそれでも良くないんで、まあ、富安がいないんで、完全安心はできないんで、75%にしました。どうにか間に合ったとしても、富安選手出ない可能性多いですよ。高いですよね。出ますかね。使っていいって言われたら、僕が監督なら絶対使いますね。もうレベルが違うんで。本人も間に合うんだったら出ると思いますよ。本人の意向はね。へぇ。アーセナルでの立場が危うくなりません？怪我してアジアカップ出て、ほとんど稼働してないってなっちゃいますよね。あとは、監督のキャラクターにもよるんですけど、例えば、コンテとかは、自チームで怪我で使えなかった選手が代表に帯同して、そこでまた怪我して戻ってきた時、完全に干したんですよね。はぁ。で、そこってやっぱ選手に裁量を委ねられてたりとか、で、クラブからしたら当然ですけど、給料払ってんのに、払ってないんとこ行って怪我して帰ってくるかいっていうに、お前出ないっていうのも言えただろみたいにもなるんで、アルテタとかアーセナルにそういうキャラクターのイメージはないんですけど、まあ、富安と、アーセナルと日本代表のそこの三者協議がうまくいかないと、ちょっと今おっしゃったような状況にはなると思います。三村さん 66% 韓国ということで。はい。まあ、優勝できる、優勝候補の一番人だろうっていうので、まあ、負けるとしたら不吉な形だなと思って6で2つ並べたっていうだけです。あとはすごいいい状況にはあると思うんですけど、一応なんかミドルゾーンで今ブロック作ろうっていう感じがあるらしくて、それをやってこないでもうポンって蹴ってきた時にどうするのっていう、韓国とかがもうひたすら肉弾戦とか、そういう方が今日本は相手がフットボールしてきた方がやりやすくて、知ってこない方がやりづらいんで、そういう理屈じゃない勝負されると一番嫌なんじゃないかなということで、最大のランバルは韓国っていうことをしました。韓国もね、ソン・フンミンいたり、イ・ガンインいたり、ね、はい、ファン・ヒチャンもいたりとか、結構強いですよね。はい。もちろん強いし、で、理屈じゃない戦い方もできるかなっていうところが、なんかあるかなと思うんで。はい。わかりました。はい。それで優勝のためのポイントはということで、木崎さん、セットプレー。結構競った試合が多くなると思うんで、まあ、セットプレー逆にこだわったのを見たいなっていう期待も込めて書きましたね。これプレスキッカーは久保選手ですか？久保選手今非常にいいですよね。まあ、中西哲夫さんも言ってましたけども、速くて低いボールをさらに曲がる、そういうボールを蹴れるんで。で、あとは、キッカープラス受け手がどうブロックするとかね、そういうこだわりがやっぱりプレミアリーグとか見てると非常に細かいじゃないですか。で、それが、どんどん世界のセットプレーが進化してるんで、まあ、日本もキャッチアップ、もしくはそれ以上のアイデアっていうのを出せると思うんで、まあ、高校サッカー的なセットプレーも見てみたいなとか思うし、トリッキーなことをやれると優勝確率が高くなるんじゃないですかね。最近の日本代表ってセットプレーでの得点ってありましたっけ？コーナーキックありますね。あ、コーナーキックですか。コーナーキックでニアに殺到して相手も寄せて、でもそれはおとりでファーとか、ニアで反らしてファーがフリーになってるとか、結構面白いんで。なんで、押し込んでるけど点が遠いって試合よくサッカーあるじゃないですか。でも、やっぱり、例えば、プレミアだとシティとかアーセナルって、そこの押し込んで点取れない、でもコーナーは取れた、そこからデザインしてたから1点押し込めたっていうのが、あるんで、日本代表もそのセットプレーっていうのは本当そうだと思います。あと、この間の直近の一番最後のシリア戦か、11月。久保選手と、菅原選手がフリーキックで、で、菅原選手が決めたっていうのは。ありました、ありました。ありました。はい、確かに。ありました。次、小澤さん、引いた相手を崩す攻撃ということ。はい。まあ、やっぱり、今回日本圧倒的に優勝候補、筆頭本命だと思うので、相手が相当リスペクトしてくるだろうなと考えると、まあ、韓国やイラン、サウジであっても、多分、ボール捨てて日本にボール持たせてくるんじゃないかなって考えると、やっぱりそうやってある程度強いところに引かれた時にどれぐらい崩せますかっていうようなところは、やっぱりね、こうワールドカップでコスタリカに勝てなくて、まあ本当にその辺がこう本当の意味でその課題が克服できるかどうかをこうね、見る、確認できる機会になるのかなと思ってます。最後のこの崩す攻撃の鍵は何になると、やっぱドリブルとかですか？いや、でも、やっぱり連携も結構いいので、まあ右も左もバランスよく人を使いながら崩せるんで、まあ、あとは、
ターンオーバーなんか使いながら人を変えた時にどれぐらいそういう連携コンビネーションが出るかなと思います。まあ久保がトップ下だとうまく回っていくのかもしれないですし、そうじゃない時にじゃあどうしますかっていうようなところかなと思います。リュウさんのファイブバックとハイプレス対策って小沢さんともちょっと似たところですか、ね、やっぱりコスタリカ崩せないとか、あとやっぱりどう考えても格下でもやっぱりファイブバック相手に苦戦するっていうのはすごくあるんですよ。でこれファイブバックの攻略法っていうのはウイング と、ウイングバック、ファイブバックだと、まあ、サイドバック的な役割の選手がウイングを捕まえやすいんですよね、5枚なんで。その時にウイングが前向きでボール持てないっていう状況がずっとマンマークされてるみたいになって、それができないっていうのが起きやすい。であとはウイングが1対1で抜いたとしても次のカバーがすぐ来るっていう。じゃあその分どこが開くのかっていうと、例えば相手が 5-3-2 とか 5-4-1 でもやっぱりディフェンスラインより前のところが薄くなるじゃないですか。なんでいかに早く揺さぶって反対側のサイドで数的優位作るとか、揺さぶってる中で空いてくるセンターバックとかボランチとかがミドル打てるかとか、そこのデザイン性になってくるんですよ。これに関してはちょっと日本代表期待できないんで、そこは詰めないんで日本代表は、ってなるとウイングの質になるんですよね。なんで伊東純也、三笘、久保、この辺のコンディションがいかにいい状態で入れるか、なんでそれを保てるかっていうのと、ハイプレス対策っていうのは日本が色気を出した場合、キーパーからつなごうってなった場合、キーパーの横にセンターバック作る、でその横にサイドバック作って、どん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 低い位置に選手来るじゃないですか。そこでつなごうとすると相手もどん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 自陣のゴールから離れてるんで、圧強いプレスかかってくるんですよ。この時に簡単に蹴る判断しないと、そこから失点してあとは引かれてとかになるんで、この2つの対策はおそらくしないんですよ日本。ってなると選手の質になるんで、さっき言った冨安がちゃんといるかとか、コンディションの問題になってくるんですよ。でもハイプレス対策って意味ではドイツ戦もあれ勝ったからいいけど、大迫選手のとこミスして最初の1分2分ぐらいであそこでやられてたらまた違ってましたよね。でも選手たちはそれをやりたいみたいで、やっぱりどうしてもクロアチア戦のトラウマというか、なんかワールドカップのクロアチア戦でみんな蹴っちゃってたっていうところの、いやな、そうそう、そこはあるはずなんですよね。そこより一歩前に進んでるっていうところのトラウマじゃないけど、南アフリカワールドカップで守備的だっていう認識があって、その後にじゃあ自分たちがポゼッションサッカーしようっていうのは、なんかその反動があったじゃないですか。多分そういうところはちょっとあると思うんで。これピボットの力使って言わせてほしいんですけど、ロングボールって戦術的なんですよ。ロングボールイコール戦術じゃないと思われがちなんですけど、ロングボールを回収するデザインをしてないのが戦術的じゃないですか。日本の場合、つなぐのは配置してる、はい、戦術。ロングボールは1か8かで前頑張る。じゃなくて、頑張った後に拾えるようにしてるっていう、そのデザインをしないんで、こっちがダメってされる。本当はこっちの方が代表の時間ない中でやるべきなんですよ。なんで、今選手の思考で言うと、繋いでないからダメ。あれ実際は、クロアチア戦も皆さん動画とか見れるようでしたら、ぜひ見ていただきたいですけど、ウイングと低い位置の選手が繋がってないんで、ボールがそこに行かないんで仕掛けられてないだけで、繋いでないからダメじゃないですよ。繋ぐ時の配置のちょっとした微調整。でもこれって、選手はフィジカルと能力、技術的な能力とかセンスでやってきてるんで、そこには絶対行き着かないですよ。今みたいになるんで。ここは指導者がそっちに持ってかなきゃいけないですけど、ただ申し訳ないですけど、森保さんとそのスタッフ陣はそういう思考ないのは、もう 4,5 年間でもう見てるんで、ってなるとそんなカオスな状況でもノリショナルやって、もういい感じにボールがそこに行って仕掛けて勝てるか、なんで選手の質になります。まあ、そもそも日本にヘディングが強い人が少ないっていう、そういう条件、ヘディングは勝てなくてもボールは拾えるんですよ。それこそドルトムントがクロップでゲーゲンプレスで行った時って、あれヘディングそんな競り勝ってないんですよ。サイドバックの裏にボールを送って、そこで相手が弾き返すんですけど、中央のエリアと違って、キーパー前に出れないんで、サイドバック弾き返すしかなくて、その時にそこに人が殺到してるんですよ。で、カオスの状況で香川がターンしたりとかなんで、ロングボールは競り勝つ人がいたらいいんですけど、それはオプションで、競り勝てないにしても自分たちが前向きでボールを受けれるっていう、その利点を生かす配置が必要なんですよ。でもこういうロングボール戦術議論ってされないですよ。ロングボールイコール縦ポンっていう、すごい手前の方でサッカー界って回るんで。なんでこれピボットさんのいっぱい見る人の前で言いたかったんで、ちょっと熱くなっちゃいましたけど。でもドルトムントは確かに優勝した時の2シーズン目の、多分2連覇した時の2シーズン目の後半が一番強かったんですけど、その時って両サイド、クーバやブラシチコスキーと左グロスクロイツだったり、そう、結構労働系の人と、拾える人と、香川選手とか、ゲンドが、あとベンダーがいたんですけど、そのうまくバランスも良かったから、それは確かにあるかもしれないです。なるほどね。
2つのやり方を日本代表も持った方がいいんですね。そうです。2つが最高ですし、どっちを捨てるかって言ったらポゼッションです。なんでかっていうと、人の配置を代表の少ない期間でさっきのナーゲルスマンのやつみたいに、なかなか持てないん で、うん、で。それをクラブチームでやってる人で全部並べるとかだったら、かつてのスペイン代表みたいな、バルサ中心にとかになるんですけど、無理じゃないですか、日本代表。ってなると、ロングボールのその戦術作ると、それ対策で相手引いてくるんで、難易度低いポゼッションできるんですよ。なんで、後出しじゃんけんはロングボール作ることによってポゼッションできるんですけど、繋ごうとするとショートパスからロングボールって蹴りにくいんで、なんでちょっとこういう、マニアックな話になっちゃうんです。ロングボールの話だけで1時間ぐらい話せそうですね。それもできてるんですけど、ロングボールで回収する戦術が、例えば作るのは上手い人は誰なんですか？作るの上手い人。レオさん。僕です。そういう結論。なんですけど、でもこれは、町田の黒田監督とか、はい、ブレントフォードのトーマス・フランク監督とか、はい、そこは参考にしますね。でも本当に、マジで、ポゼッションイコール戦術っていう間違った考え方ができる。どっちも戦術なんですよ。でもロングボールは、はい、前線頑張って、みたいな。実際はそこを代表でこそやるべきで、なんでオーストラリア代表とか、韓国がそのやり方してきたときに、日本は前プレかけてるけど、ロングボール来ると思ってないから、フィジカルバトルになって、富安いないねってなるのが怖いなっていう。三村さん、ターンオーバーということで。はい。もう、これはかなりワールドカップを、相当意識するっていうことが、協会としても言ってて、そこも森保監督もそうだっていう話なんで、多分やると思うんですよね。本大会を見据えて。で、それがちゃんとどこでやるのかっていう。前回は、グループリーグ3試合目はやりましたけれども、グループリーグ3試合目やった後に、ベトナムがベスト16でベトナムやって、ベスト8のサウジの時にやるんじゃないかっていう、森保さんの構想ではあったんだけど、結局やんなくて、勝ったんですけど、最終的にちょっと疲弊したり、で、遠藤選手が決勝出れなかったっていうところもあったと思うんで、その辺のターンオーバーをしっかりやるっていうのは、グループリーグ3戦目はもちろんなんだけど、それ以外でどこでこう効果的にやって、で、いい選手を引き上げたりとか、逆に多分短い期間なんで、調子が上がらない選手もいるし、そこをうまくミックスして、どうやってやっていけるかっていうのは、ちょっと見てみたいポイントかなっていう感じしますし、それができると面白いかなって気がします。最後これキーパーソンもあってことで皆さんに伺ってます。やっぱ遠藤選手挙げてる人がね2人もいますけど、木崎さん、まず遠藤航選手、今まで出てきたようにやっぱり相手は引いてくると思うんですよ。この時に遠藤航選手が持つ機会がすごい増えると思って、でリバプールでもそこは最近課題だって言われたと思うんですけども、でも先日マンチェスターユナイテッド戦でしたっけ、すごい良かったですよね。だからそういうふうに遠藤選手も成長してると思うんで、それが出せれば日本にとってすごい力なんじゃないかと。逆に言うと遠藤選手のところでビルドアップですごいスタックすることが日本代表多かったんで、そこが改善点かなとは見てますね。三村さんも遠藤選手、はい、彼のところだけがやっぱり替えがいないなっていうのがすごい、富安選手 もそうかもしれないけど、そこをじゃあ、ね、ターンオーバーするんだったらそこをどうするんだろうなっていうところが一つ鍵かなとは思ってますね。怪我でいなくてもイエロー累積でいなくても、ターンオーバーでいなくてもいいんですけど、彼的なところで補完できる選手が今ちょっといないなっていうところが、逆に言うとキーパーソンでもあり、そこのポジションっていう意味では穴かなとは思います。田中碧選手とか森田選手じゃカバーできないんですか？ちょっとポジション違いますかね？森田選手がやったら面白いと思うんですけど、最近話を聞いてるともう一個前でっていう感じ。一時期最終予選の時は、だから2022年の前半とか、あるいは2021年の後半とか、ちょっとアンカーみたいなのやりたいって言ってたんですけど、最近ちょっとそれよりももうちょっと攻撃のところで関わりたいっていう発言が多いですけどね。どうでしょうねっていう。じゃあ万が一遠藤選手が怪我とかしたら誰がやるんですか、このポジション。佐野海舟じゃないですかね。しますか。ポジショナルトーク。いつ言おうかな。佐野選手。佐野選手の個人分析官やられてる。個人アドバイザーみたいな感じですね。アドバイザー。分析官っていうね。佐野さんどこがいいですか？もう本当ネクスト遠藤航ですよ。そういうタイプの選手なんですね。強度高くカバーして攻撃つかさどれるみたいな。でもやっぱり当然ね、遠藤選手の、世界的な経験だったり代表でのその影響力とかとは、当然運転の差はありますから、上っていく段階ですけど、全然アジアの活躍当然できますね。なんで遠藤選手素晴らしいんですけど、遠藤選手のポジションは、ヨーロッパだったりとか、このトップレベルの国と戦うときには、いてくんなきゃ困るんですけど、アジアカップだったら僕遠藤の代わりは結構いろんな選手できるんじゃないかなと思ってます。佐野選手以外にもいますか？伊藤敦樹選手。そうですね。とか、個人的には松木玖生とかも見たいんですけどね、ここで。でも今の時期に4代でアジアカップっていうのはなかなか難しいでしょうから。わかりました。小澤さん、久保選手、森田選手ということで。
はい、はい、あ、引いた相手を崩す時のまあ多分4231から4141に可変して、うん、まあ右のシャドウで久保で左に森田が上がってくるみたいな配置を想定しての話で、うん、まあやっぱりそのまま4231のままじゃなくて、まあ少しそうやって内側の高いレーンを取ってこうまあニアゾーンとかポケットに侵入できるようにっていうところでの2人かなと思いますし、うん、であとはリオさんの話にありますけど、ロングフィードを上田綺世に入れた時にそこを拾うっていう意味でのこのシャドウの2人も重要だと思ってるんですよ、うん、で結構上田綺世だとヘディングで勝てないどころか勝てないことはないし、むしろ胸で収められるぐらいの跳躍力、うん、フィジカルあるんで、意外に僕はやっぱりもうね、こう大迫がいなくなって日本代表9番いないとかポストワークできないって言ってたところが上田綺世だったらもう全然収まるなと思ってるんで、うん、まあそういう意味ではこうそういうダイナミックなロングカウンターもそこからうまく作れると思ってるので、まあそういう中でサポート役になる2人がキーマンかなと思ってます。うんうん、久保選手のコンディションってこんだけ過密日程の中でもあまりパフォーマンス落ちてない感じですか？全然落ちてないですね。で怪我もしてないですし、でうまくこう無理をしない怪我しないようなプレーも選択できるので、まあそういう意味では結構レアルソシエダでも完全に今右のウィングで出た時には相手が2人3人来るので、そういった時はもう簡単にワンタッチとかで剥がせしてるので、うん、まあその辺やっぱり賢いプレイヤーですから、改めてこのアジアカップでも中心になるかなと思ってます。うん、だ両さん富安と両ウィングということで、あ、そうですね、はい、もうあれですね、こう個人のところで、もう守り切るために必要なもう最大のピースで、であと攻撃のところで攻め切るために必要な最大のピースを上げました。うん、シンプルですよね。はい、おここもその久保選手、はい、まあ、伊藤選手、三笘選手、はい、誰かコンディション悪くなったりした時に中村選手はかなりのレベルでカバーできるんですかね。やっぱ三笘がいなかったらすごい選手だと思いますね。三笘見ちゃってるんでっていう、三笘は抜き切れる、他の選手はかわせるみたいな感じなんですよね。なんでそこの差を気にしなければ中村健人選手も素晴らしい選手です。でもやっぱり今の日本代表ってこんな強い時期あるって言われてるじゃないですか。これなんでかっていうと、もう質のところで冨安がもう異常なんですよ。空中戦も冨安って弾き返すだけじゃなくてマイボールにしてくれるんですよ。味方に渡す率異常ですし、あとは4バックだと厳しくなってきますと、大外が空いちゃってみたいな攻め込まれてる状況でっていうのを森保監督に言って5バックに変えてもらったりっていう、こんなことできる選手なかなかいなくて、で負けないじゃないですか、いろんなところカバーのところもドイツ戦とかですごい距離走ってサネでしたっけ、サネですね、はい、ともそうですし、で両ウィングもウィング強いとサイドバックのサポートいらないんですよ。ここで抜き切れるんでディフェンスが安定する、なんでこれが揃ってる今の時代なんで、これが予定通り活躍してくれるかどうかっていうのがすごく重要です。あ、三笘選手ちょっとコンディション落としてますよね。そうですね、もうあれはもう落としますね。もうブライトの戦術がもう守備も攻撃もずっと動かなきゃいけないんで、あ、疲れるんですかあれは。そうです、もうだってずっと回ってるじゃないですか、こうウィング行って中行って戻ってウィング行って中行って、 あれはちょっとよくやってると思いますね。相馬選手はどうですか。もう本当比較対象次第ですね。相馬選手も抜けますし、クロスも上げれますし、結構なんかその異常なライバルがいる時代に生まれてしまった2人って感じしますよね、中村は。やっぱ冨安と両ウィングの本当コンディション次第ってところにすごく大きいってことですね。はい、分かりました、ありがとうございます。そして次にパリ五輪展望ということで、こちらもですねお話をしていきたいと思います。これがですね、出るチームの、はい、まだなんか決まってないんですよね。うん、そのアジア、日本もまだ出れる確約がないということで、アジア予選を勝たなきゃいけない。まあ、ヨーロッパもいち早く終わって、スペイン、イスラエル、ウクライナ。で、フランスは開催国で出れると。で、アフリカもモロッコ、エジプト、マリが出る。で、北中米、カリブ海のとこはアメリカとまさかのドミニカ。で、あと南米予選はまだ終わってないって感じですね。これ日本が予選で敗退する確率も結構あるんですか？十分あるんじゃないですかね。うん、予選突破確率何パーセントぐらいですか？50ぐらいですか？いやいや、もう80ぐらい。80あっていいと思うんですけど、でも予選ってやっぱ緊張感もあるし、何があるか分かんないじゃないですか。でそこまで、これで突出した選手が、久保選手が来てこれるわけじゃないですから、本当に分かんないと思います。そうですよね。ということで、日本の優勝確率、こちらも占ってもらいました、最大のライバルとともに、木崎さん、5% プラス 20%。やっぱり、オーバーエイジがなければ 5% ぐらいだと思うんですけど、誰がオーバーエイジ来るかでプラスが変わってくるんじゃないかなっていう書き方をしました。まあ、ライバルとしてはフランスがやっぱ圧倒的に強いですか。開催国で非常に選手層は今厚いし、
まあ、どれだけそれも参加するかですけれども、その大林含めて、もう最強フランスで来るんじゃないかというふうに言われてるし、スペインも強いですよね、和田さんね。強いですけど、ユーロに多分いい選手、10代であっても呼ぶと思うので、うん、ペドリで失敗してるんですよ。ユーロ呼んで、五輪呼んで疲弊させても、ペドリのキャリアがちょっとダメになりかけてるんで、うん、やっぱそういう酷使はしないと思うんで、いい選手呼べないと思います。あうん、したら1軍、準1軍とか2軍ぐらいの感じですか、ね、まあ、その年代ではいい選手たちなんですけど、うん、まあ、A 代表に今10代でヤマルとかボンボン行ってるんで、うん、まあ、ガビも出れないですし、怪我で。まあ、そういう意味ではちょっと本気のメンツ、優勝狙いに行くようなメンツは組みにくいかなと思います。はあ、小田さん 10% でフランスっていうことですけど。10% よりもちょっと上げたいですね、さっきの見たら。まあ、ヨーロッパでやる大会五輪なので、さすがにフランスもね、こうホスト国なのでちょっと難しいかなと思ったんですけど、日本が出たらまあ五輪なんで他の出場国との兼ね合い考えるともう少し上げてもいいかなと思ってます。うん、確かに。これフランスに出てくる有名選手って誰ですか、具体的に。カマビンガとかああいう選手出るんですか。いや、呼ばれるんじゃないですか。チュアメニとかも出るんですか。チュアメニは呼べますね、年齢的には。みんな招集に応じるんですかね。まあ、クラブとの兼ね合いなんでしょうけど、まあ、ホスト国で、あとはフランスもやっぱりユーロとの兼ね合い、うん、A 代表と五輪、2つ出るのは難しいと思いますけど、でもね、自国開催なんで、ザイルエメリとか呼んでくるんじゃないですか。ああ、ザイルエメリもいますよね。エムバペとかだってどうなるか分かんないけど、オバエジで、次のね、うん、契約になんかそう盛り込むとか、うん、あるいは、そうしないと来年プレーしないとって圧力かけて行くとかね、分かんないけど、そうね、ありそうです。バイエルのテル。っていう選手がいますね。非常に点取ってる選手なんですけど、うん、テルはもうほぼ出ると思います。へえ。これ五輪のタイトルって価値高いんですか？欧州のチームにとって。あんまり高くないと思います。ただ開催国だけは特別ですよね。うん。だから力入れて出るってことですね。一人ちょっと突出した 50% って言って。あ、僕今のそれでしたね。もう五輪にかける国の圧が全然違うじゃないですか。だって前回もフランスめちゃくちゃメンバー低かったですよね。で、今回ユーロと被ってるからもっと下がるだろうなっていうので。で、50% にしたのは、やっぱり日本のちょっと、センターバックどっちかはやっぱオーバーエイジ呼ばないとちょっと厳しいなっていうのは、相手の質が上がった時にそうなんで、そこ呼べるかどうかで、ちょっとまだ分かんない状況なんで 50% にしましたね。ほう。で、まあ、選手の質で言うと、鈴木唯人とか細谷とか、マスクリューとか普通にいいんですよ、やっぱり。この間のアルゼンチンとの試合も見ましたけど、サッカーの、その構造を整えてなくても、個で剥がすっていうシーンがすごくあるんで、これが、その、オーバーエイジの選手入ってきて、その、まあ、ボトムアップ式っていうんですか、その、チームとしての戦い方が浸透した状態で、やれたら、これ、アルゼンチンとの試合より全然仕上がるわけだから、いけるよなって思っちゃったんですよね。ほう。これまだね、決まってないんで、オッズとかないですけど、オッズつけるとしたら、日本って5位ぐらいに入るんですか？どうなんですか、ブラジルとか多分予選突破してくるかどうか分かんないですけど、アルゼンチンとかね。南米の次第じゃないですか、うん。確かにそんな強いチームいないですよね。イスラエルとかウクライナとかそんな強くないですよね。イスラエルは伸びてるんですよ。イスラエルは、U20 のワールドカップで日本負けたりしてますから、うん、イスラエルと日本は、まあ、結構近い力関係だと思います。おイスラエルと当たって勝てる保証はないですね。はははは。なんか5位ぐらいにはね、なんか普通の力で入れそうな気もしますけど、三村さん 15% ということで。いや、なんか現実的な、すいません、つまんない男で申し訳ないんですけど、まあ 15% ぐらいかなって、やる気はあるけど、まあちょっとフランスとかガチで来たところには、ね、途中で当然勝てないから、うん、っていう意味で、まあ 15% ぐらいかなっていう。これ、はい、オーバーエイジ3人選ぶとしたら誰がいいですかね。誰呼んでもいいんですか、これって。はい、誰、クラブが了承すれば。いや、了承するっていう過程ですよね、だから。うん、じゃあ、富安選手入っちゃう。富安、遠藤、久保じゃないですか。おぉ、久保選手は、大林しなくても。大林じゃない、呼べる。あ、大林しなくても呼べる。じゃあ、富安、遠藤、認めますか。すごいっすね。いや、いいんですよね。いや、いい。いや、いい。いい。大丈夫、大丈夫。夢ありますね。いや、それだったらもう最高だ。でも、そこまでは当然できないと思ってるんで、まあ、ディフェンスラインには、やっぱり、っていうか、中央で、戦い方をこれだっていうのははっきり決められる選手が欲しいですね。どうしてもやっぱりそこは今の五輪の監督がそういうのをやってきてないのはもうクラブ時代から見てるんで。で、やっぱりそのプレス連動できなくてチャンス作られるっていうのはアルゼンチンとの試合でもあったんで、そこ連動できるのってやっぱ個人の判断なんですよ。で、それって富安、遠藤は自分たちでできるんですよね。
この間リバプールでどういう役割任されてる、かっていうのを遠藤選手が動画で話してるのを見たんですけど、クロップもそんな細かい指示してないんですよ。ここって行くかどうかは個人の判断なんだけど、俺が行くことによって後ろのスペースセンターバック連動できるからみたいな。で、その行くっていう判断ってボランチしにくいですよ。なんでかっていうと、そこで抜かれた時に遠藤選手もよく言われてますけど、先般的な感じなんで。でも、そこ行かないとプレス連動しないんで、相手のトップ下とかキーマン開けちゃうんですよね。で、結構それが、ちょっとかわいそうなんで名前言わないですけど、日本代表、その、アンダーセーダーの日本代表の選手ってよくあって、やっぱ、その日本のボランチ文化なんですよね。ボランチはディフェンスラインの前色みたいな。でも実際は人捕まえに行くのが、トレンドって言い方すると安っぽくなりますけど、まあ、法則としてうまくいきやすいんですよ。うん、なんでそれを、スタッフとか指導者が圧かけれないんだったら、その経験ある選手たちが内側でその形にしようぜっていうのが実際にチームビルディングで日本で起こってくることなんで、うん、オーバーエイジにボランチセンターバックにそういう選手呼べるだけで全然違うと思います。久保選手は出たがるんですかね。正直そこまでのモチベーションはもうないんじゃないかなと。な、東京五輪で多分そこはもう出し尽くしてるので、また五輪っていうとこまでの考えにはならないんじゃないかなと思いますし、クラブが許さないですよね。絶対的な存在なので。あと今もう一つ言えるのは、オーバーエイジで考えると、今もいろいろ交渉が始まってるらしいんですけど、来シーズンも同じチームに残る選手に関しては交渉の余地がある。なぜかというと、アジアカップの後の3月の代表ではもう多分呼ばないんですよ。アジアカップ組を。で、もう一回6月呼ばないとか、そういう交渉も多分始まってるようも、水面下で始まってるらしくて、そうすると、久保選手がここで移籍したりしたら、まず無理ですよね。うん、それは例えば、ロンドンオリンピックの時に香川選手が、ドルトムントかユナイテッドに移籍した直後だったから、もう本人も乗り気じゃなかったんだけど、うん、そういう感じがあるんで、じゃあ、まあ、そのソシエダに、じゃあ3月も6月も呼ばないけど、やってって言ったらどうですか。いや、現状アジアカップで持ってかれるんで、交渉の余地ないんじゃないですか。ないですか。でも3月大事な時、呼ぶ招集権利あるのに、呼ばないよ、うん。で、6月も呼ばないよ。だからオリンピック出してって言われたら。多分、出す。それでもノー、うん。それぐらい絶対的なんで。でも3月いた、でもじゃあ3月呼んでない。そういうの実際にやってるんですね。3月呼ばない方が大事じゃないですか、ソシエダにとっては。だって来シーズンの欧州カップ戦があるわけだから、はい、どうって言ったら。でも、公式戦ないでしょ、FIFA ウィークは。え3月 FIFA ウィークは公式戦ないから、まあ、CL が入ってくる可能性あるもんね。あ、でも3月呼ばないって。あ、そうそう。代表でしょ。だけどまあ、コンディションが良くしてくれるわけじゃない。っていうのがあれだよね。でもそのオリンピック中は公式戦あるからね。7月でしょ、だって。公式戦はないじゃん。ないか。ないです。公式戦はないんです。うん、プレシーズンだから、だからそこはじゃあいつもより呼びやすい。そうだと思うんですよね。とは思うんですけど、それでもやっぱ、それがスペイン人気質。もうそうだと思うんですよ。もうクラブチーム優先なので、代表、しかも五輪の価値はヨーロッパからするとかなり低いんで、はいはいはい、日本が金メダルを取りたいからといって、そんな簡単にハイはしないのと、あと多分レアルソシエダ夏にツアーするんで、日本で。はい、あ、なるほど。そこで久保使いたいから、なったらっていう話にもなると思います。そうなんだ。でも3月休めた方が良さそうな気するんけど、そうでもないんですね。ちなみに、実際にあったケースとしては、田中碧選手が、東京オリンピックの前にデュッセルドルフに6月かな ?7 月の頭ぐらいに移籍して、その時はオリンピック絶対呼ばせてくれと。その代わり9月の代表では絶対呼ばないかって呼ばなかった、うん。そういう交渉してるし、実際そういうパターンでいろいろやってるみたいだから、そこはまだわかんないかな。だから逆、ただ移籍すると、それができないわけですよ。だから3月呼ばなかったのに、移籍したクラブが、おい、知らない、そんな聞いてないよ。お前前のクラブとやったんだろうっていうと、うん、だから、板倉選手とかも動く可能性あるなとか、伊藤博樹選手もセンターバックで動く可能性があるなっていうと、それは意外と現実味が低いんじゃないかなと。うん、でも残るんだったら意外と現実味が、交渉の余地はあるかなっていう感じがするんです、うん、そこはオーバーエイジは。そういう意味では皆さんの現実的なオーバーエイジの誰が呼ぶか知りたい。現実的な、政治的なものかってことからかなり変わりますもんね。今後の活躍次第もあるし、ね、そうですよね。センターバック、僕谷口選手がいいと思ってます。ああ、いいかも。あんまりちょっと反応薄いです。そういう時なんで僕に振るんですか、マジで。生配信見すぎですよ。いやいや、そういうメンタリティ的なところではすごくいいと思います。あ、富安選手、アーセナル残りそうじゃないですか。残りそうですけど、普通に考えてあれだけ怪我しやすい選手を強制招集権ない時にクラブがどうぞは言わないですよね。ないですよね。はい。板倉選手はあり得るんですかね。いやいや、移籍する可能性があると思うんですよ。そうですよね。だからそうすると。冬とかに、移籍したら、夏また移籍ってないじゃないですか。なんで、板倉選手だとスパーズの噂とか上がったりとかいろいろあるんで、そこあったらむしろいいかな、みたいなところはあるんですけども、僕は完全に、この 50% は国のオリンピックにかける思いがかなり他と違くて、今の選手たちの質が高いんで、全然 50% あるでしょって思っちゃうんですよね。あ、今日谷口選手説得力あります。あとの2人誰ですか？
あと二人。じゃあ僕行ったんで、他に。はい、思い浮かばない。必要なポジション、うん、あの、あれ攻めの選手は結構いるんですよね。センターバックなんで、あの、個人的な好みで言うと、まあ、中谷選手とか、うん、あの、移籍しましたけどね。とか、あとあの、J で活躍してるセンターバックだと、かなり交渉の余地あると思うんですよね。山川、山川。あ、そうです、そうです、そうです。J はかなり、あの、もう、あの、だいぶ大丈夫らしいですよ。そうですよね。4月も含めて。じゃあ、だったら大迫勇也とか呼んでほしいな、僕は。ああ、確かに。うん、逆に。あ、そうですよね。あ、で、大迫選手はリオの時に、手倉森さんが声かけてたっていう話で、本人もまんざらじゃなかったっていうような話はあるから。うん、で、出れてないから。うん、あとやっぱ森田選手とかポルトガルの選手はいけるんじゃないかなみたいな。うん、どうですか、はいはい。開幕遅かったりするし。で、オリンピック出てない選手はやっぱ思いがあるでしょうから。うんうん、そうですね、確かに。谷口選手、森田選手。あ、いいです、ね。フロンターレ勢ですね。うん、あとそういうのもいいかもしれないですね、つながり。あとここまででも報道で出てるのは東京五輪組なんですよね。それはやっぱ東京五輪組は意外と悔しさが、あの、メダルさえ取れなかったっていう悔しさがあるっていうのが、ここまでは意見としては強いんですけどね。具体的な選手として誰ですか？ところで、板倉選手、冨安選手はもうずっと上がってますよね。一貫して。で、久保選手も本大会はとか言ってる話や、だソシエダが認めるかどうかは別の問題としてね。っていうのは。板倉選手来てくれたらめちゃくちゃでかいですね。うん、そうですよね。その意味でもキーパーソンはってことで、最後ちょっと伺いたいんですけど、はい、また木崎さんちょっと。あの、通好みな。そうですよ。じゃあ僕は後で使うと。あ、そうですね。はい。もうそうですよね。小沢さんから鈴木裕太選手と、はい、やっぱこの2人が中心かなと思いますし、ね、ここでやっぱりヨーロッパのウィンドウで輝いてもらって、うん、で、まあ、もう鈴木はもうヨーロッパでプレーしてますけど、うん、2人ともステップアップのヨーロッパ移籍してほしいなと思います。うんうんうん、じゃやる気も十分ですもんね。亮太、うん、さんも同じ。そうですね、細谷選手に関してはやっぱり、うん、あのトップで収められて、なおかつ自分でもゴリゴリいけてシュートを打てるじゃないですか。なんでこういうタイプの選手が、まあ、いるだけで、しっかりあのチャンス作ったら、まあ、チャンス作ったり、チャンス作れない時でも当てれば、全体の陣形を押し上げられるっていうところがあるんで、普通ならトップにオーバーエイジってしたいところになるんですけど、うん、まあ、そこをしっかり、A 代表にも呼ばれてるような選手がいるっていうのはすごく大きいと思います。はあ。そしたらトップにオーバーエイジはいらないですか、今回の。僕は細谷がいいかなって思ってますね。ああ。ケインさんとかどうなんですか、服。あ、左ウィングやってましたね。あ、そう、左ウィングですね。わかりました。三村さん、冨安。いや、呼べるかどうかで、結果が変わってくると思うんで、まあ、そこかなっていう。可能性ちょっと薄そうってことですね。結果としてはね。そうですね。まあ、こう、でもそこで、交渉でなんか呼べたら、ちょっと新時代来るなと思いますけど。日本人はやっぱそういうとこ上手くないと思うんで、うんうん、で、あんだけヨーロッパにね、今二人スタッフがいて、あの、いろいろクラブとも交渉してるっていうんで、ちょっとその交渉力を見てみたいなとは思いますけど。そうですよね。前も聞きましたけども、冨安選手の怪我ってもうどうしようもなんないんですよね。いや、もう同じとこ再発してるじゃないですか。とか、やっぱ筋肉系の怪我って才能の部分大きいですからね。あ、もう良くする選手はもうベイルだ、イニエスタとか、もう、やっぱりそこの才能っていうか、怪我しにくいしやすいありますよね。さっきのペドリもそうですよね。そうですし、ね、もう筋肉系の怪我なかったベニシウスですら今季2度やってるんで、やっぱりこれだけのカレンダーでやってると、そう、今までなかった選手も出てくるんじゃないかなと思います。やっぱ冨安選手はないかなというところで、はい、木崎さん。内野幸太郎選手も塩貝選手もフォワードなんですけども、うん、まあ、2人とも1年生で、塩貝選手はもう U18 あの日本代表とかに選ばれて非常にあの活躍してるんですけど、国学院久我山で選手権出てあの話題になった選手なんですけども、本当馬力があって、もうヨーロッパの、プレミアリーグとかブンデスリーガのスカウトがすごい注目してるらしいです。でもう慶応大学なんで4年生まで卒業しないとヨーロッパ行かないかなとは思うんですけども、もう今すぐにでもヨーロッパでやりそうな力があります。慶応やめた方がいいんじゃないですか。慶応卒として、ね。通信があるからいいじゃないですか。だいたい慶応で4年間やって沈んでいくパターンだから、早くやめていった方がいいですよ。そうですね。慶応大卒と卒じゃないのはやっぱ、違うじゃないですか。どうですか、キャリアとして。何の話ですか。いやいや、選手としても、でもさ、もし怪我とかして、もしプロセカンドキャリアとして、キャリアとして、慶応卒ですよ。いや、もうポテンシャルとして日本国内で留まるようなポテンシャルだったら絶対慶応卒業した方がいいと思うんですけど、まあ、海外にも行けるとか A 代表狙えるようなタレントだったら中退でもどんどん早く行ってほしいなと思います。もう知り合い そのドイツにいる代理人から聞くと、もう あいつ誰だみたいにスカウトですごい話題になってるらしいです。ちょっと細谷っぽいこうゴリゴリ感もあるしね。すごい、もう細谷選手以上のもうパワーですね、もうゴリゴリ。でもこれで大学を捨てて行くメンタリティがあったら活躍成功しそうな気がする。
で、内野幸太郎選手は筑波の1年、マリノスユース出身で、プレミアリーグで得点王になったりとか、U18 のその J リーグとか高校の下部組織が出る大会ですね。で、今1年生でもすでにほぼレギュラーで活躍して、この U22 の日本代表にも何度も参加して点も取ってます。で、いよいよ日本で本格派ストライカー出てきたなと。上田選手とかもいいですけど、もっと本当に本格派というか、もうペナルティーボックスで勝負するような、で、中西さんが指導してるんで、非常にシュート技術が上がってるし、もう、塩貝選手は U18 の方だから、まだ U22 の方に引っかかってないんですけども、うちの選手はもうすでに出てるし、まあ、入ってもおかしくない。で、個人的にはそういう中西さんが指導してるってもあって期待してますね。最後、ごめんなさい、欧州日本人選手展望ということで、5大リーグで活躍する日本人選手、こうやっていますけれども、皆さん一人ずつちょっと注目してる選手、いい意味でも悪い意味でも、今年はここが見どころだなとか、特にちょっと言及したい選手いったら、いかがでしょうか。やっぱり小澤さん、久保選手。僕、久保だけスターですね。どうなりますか、2020年。チームの最終的な順位によると思うんですよ。来季、レアル・ソシエダで CL 出れないんだったら、ビッグクラブへの移籍あるかなと思いますし、ビッグクラブの移籍の時にはレアル・マドリーが出てくるんで、他の例えばプレミアのクラブが、4000万5000万ユーロを出した時にはレアル・マドリーはその移籍金の半分出せばレアル・マドリーが優先的に久保を買い戻せるっていうようなオプションつけてるんで、そうなると普通に順当にマドリーに戻るのかなと思いますし、そういう世界観が普通にあると思ってるんで、今シーズンはそれぐらいのまたレベルになってくるんじゃないかなと思います。マドリード戻る確率結構あるんですか？あると思います。マドリードの来季がどうなるかとか、マドリードで出れるかどうかの問題別に、マドリードとしてはプレミアとか、それこそパリ、バイルンとか、CL を優勝争うビッグクラブに行かれるぐらいだったら、買い殺しであっても自分のところに呼んだ方がいいよねっていう話だと思います。そしたら年の夏のツアーどうなるんですか？それはおじゃんになるよね。そう。僕次行きたいけど、僕南野選手ですね。だってこの枠でやるんだったら、日本代表がどうかって話じゃないですか。そうですね。ヨーロッパのちょっとまだ全部トップを狙えるのは、久保選手と、三笘選手と富安選手ぐらいで。それを考えたときに、じゃあ日本代表でっていう枠だったときに、前回の4年間を考えたときに、前のワールドカップで選ばれて、最初に1回外されて、また戻ってきた人は、温情で呼んだ人は全部、最終的にメンバー残れてないんですよ。香川選手、宇佐美選手、庄司選手もガーってたくさんいますけど、恩情で呼びました。岡崎選手もそうかな、1回使う。南野選手だけはもう2回外れて、2回か。2回、3月、6月、で、9月、3回に外れて呼び戻したって結構よっぽどじゃん、森保さん的には。で、その後も背番号10は堂安選手がつけて、代わりに8番つけたんですけど、8番は、鎌田選手が戻ってきたら8番取り上げられて13番っていう、こう南野選手の序列も相当低くて、で、ワールドカップ本大会の時に一番力を発揮できてなかったのは南野選手だと思うんですよね。それはメンタル面でね。あんなにギラギラしてた選手が、ここまでチームのことっていうことを言っちゃうのかっていうぐらい、なかなか苦しんで、いい状態で迎えられなかったワールドカップっていうところで、なんか最近そういう意味では、ある意味で、実はギラギラしてるなっていう感じなんで、で、ちょっと自分は、南野選手が言ったのは、自分は、森保ジャパンで最初に入った時と同じぐらいな、なんか今感覚でいるっつってて、そうやって一回外れるとダメな場合が多いんで、ちょっとそういう選手が、モナコで少しずつ自信を取り戻してきて、どうなるのかなっていうのは、日本人というか、日本代表っていう意味で面白いかなっていう気がしますけど。ちょうどリーグワンにいますし、パリ五輪にどうですか、オーバーエイジ。確かにね。確かに。それはあるかもしれないですね。すごい心強い感じがしますけど。リョウザさん。僕も今、南野みたいな選手僕好きなんですけど、一回その、いい、この流れから外れても、強引に戻ってくるじゃないですか、ちゃんと。モナコでも一回戦力外みたいになってたのに、監督が、その相性いい人来たっていうのもありますけど、南野に関しては、ルックスが王子様なだけで、もう本当、パッションは本当にこう、炎のファイターみたいな感じなんですよね。そこはすごい好きなんで、今の話すごい共感してて。で、あともう一人は僕、堂安なんですよね。やっぱり時代的に伊東純也と久保がいるんで、この二人のせいでこう、なんですかね、こう、脚光を浴びないというか、本来だったら堂安もすごい選手じゃないですか。で、堂安と、久保建英と伊東純也の、差っていうのは、ボール持った時に抜き切る能力なんですよね。これがやっぱ今の日本代表って、そこの、初めて今日サッカー見ますって人がこの人すごいって思う能力が
久保、伊藤純也、三笘にはあって、堂安はその辺がコンビネーションから抜けていったり、うん、オフザボールだったりとか、裏抜けでボール呼び込んだりとか、そういうところの方が全く抜き切る能力ないわけじゃないですけど、うん、そっちがメインの選手 で、これがちょっと僕一番好きなあの選手で、MSL 時代の、あの、ペドロとちょっと重なるんですよ。ペドロっていう今、ラツィオの選手がいるんですけど、うん、この選手って、ペドロね。そうですね、はい。ペドロって、江藤とかアンリとかの時に出てきて、あの、ペップが使い出した選手で、うん、最初なんでこの子みたいな。でも、一番ボール引き出すの上手かったんですよ。もうメッシとかイニエスタから裏抜けのボールとかクロスとか引き出してみたいな。結局全コンペティションで得点取る選手になったみたいな。でも本当雑草みたいな感じなんですけど、実際見てると、うわ、いい、あの、ボールの引き込み方するな、みたいな。これが MSN 時代になった時に、スアレス、メッシ、ネイマールで、もう分かりやすく今言ったみたいな、可視化しやすい能力の、もうテレビつけた瞬間すごい人、この3人って分かるような。人たちでまた出れなくなる。で、その後、チェルシー行って、そこでも出れないですけど、オンザボール磨いて、突破できて両足打てる選手になったんですよ。今の堂安ってそれだと思ってて、すごい選手なんですけど、若手で出てきて、すごい選手たちに当たって、自分自体の、その、もうポテンシャル以上の、オンザボール能力を引き出さなきゃいけないって状況で、ここから堂安の気持ちの強さとかいう話はいろんな人から聞いてるんで、もう堂安が分かりやすくすごい選手になるのか、玄人好みの選手なのかで、僕は堂安だったら、こっから、あの、四大五大リーグに行くような、分かりやすくすごいトップ下なのか、ウィングなのか、インサイドハーフなのかっていう、もしくはトップなのかっていう、そう、サラー的な選手になってくれるんじゃないかなと思って。サラーまで言いますか。まあ、堂安自体がサラー憧れてるっていうのはあるんですけど、なんでそこのストイックさと気持ちのところで、すごいライバルたちに立ち向かっていく、もう本当はその人も自体もすごいんですけど、この、そこにちょっと感情移入じゃないですけど、応援したくなりますよね。ほう。どうですか、木崎さんか三村さん。ドイツに詳しい。もう分かりやすさっていうところで、じゃあその堂安選手がまだフライブルクにいて、鎌田選手はちょっとまあラツィオだったけど、争奪戦があったって何が二人の違いがあったっていうと、強いチームから点取ってるかどうか。うん、鎌田選手は本当に、3シーズン前とかはトップ5からしか点取ってないみたいな。フランクフルトで。で、堂安選手はフライブルクは昨シーズンそうなんですけど、昨シーズン5位だったんですけど、フライブルクはトップ4との成績が1勝8敗、1勝7敗だったから5位だったんですね。で、決めてればっていうところがあるんですけど、やっぱり中堅以降の以下のチームとは点取ったり活躍してるんだけど、上位との試合で意外と活躍できてないんで、そういう意味、今言った意味で言うと、分かりやすい上位との試合でどれぐらいやれるのか、だからここで取れるかっていうところも含めて、まあコンビネーションで崩すんですけど、まあそこでどれだけやれるかが確かにその分かれ目になるかなっていう気はしますけど。結構使われる側の選手って相手強くなると味方がボール持てないんで使われる機会が少なくなるんですよね。ってなってくると一人でゴリゴリいけるのか、まあ鎌田みたいに人を使いながら前行くのかっていう選手で、ちょっと堂安そこの相性は現状悪いんですけど、相性関係ないレベルに堂安がなるかどうかっていうのが。鎌田のラッツィオ移籍はやっぱ失敗だったんですか？今あんま出れてないですけど。そうですね、うん。まあ、絶対的なね、ルイス・アルベルトと似たタイプっていう見なし方をされちゃって、サルディ監督に。最終的に苦しんでますよね。でもまあまあ、こう、破断した、破断した、最初ね、ミランと言われてましたけど、そこが決まらなかったのがやっぱネックだったのかなっていう。あとちょっと、こう、ピボット的には、デスノートに近いデス・キザキっていうのがあって、はい。木崎さんがそれはないでしょって言うと躍進するとか、レバークーゼンが優勝するって言ったら、いやいや、それはないでしょって言ったら、レバークーゼン結構引っ張って、で、鎌田選手の多分おそらくミラン移籍、いや、僕がまだわかんないですよって、絶対もう決まる。これはそんなことはないって言ったら、ミラン腹立たなっちゃったりしてるんで、今日、木崎さんが否定したところのどこかに真実があると思うんで、ちょっと視聴者の人もう一回見てみます。じゃあ日本が優勝するって言ったら、あ、じゃあ、それはないでしょって、木崎さんが否定したことが実は実現することがあるんで。逆になる。そうそう。裏、木崎さんが否定したから。いや、だからそれをみんなちょっと、あとチェックしてもらって、あれ木崎さんが否定したってことは、あれでした。じゃあ24年、鎌田はラツィオで活躍しますよね。しないんじゃないですか。じゃあこっちでジンクスクリーン。逆にね、さすが小川さん。木崎さん誰に注目してるんですか？浅野選手がなんかまだ伸びてる気がして、そのまだってのは失礼ですけど、結構もう30代近い。年齢になっても、不気味な成長を遂げてる、そのボーフムでも扱いも上がってる印象で、この前チョコ食べてゴールしたって話題になってましたけども、うん、やっぱスピードがある、まあ、伊藤純也選手スピードあるので有名ですけども、似たタイプだとは思うんですよ。で、なおかつ、さらにまだ伸びてるから、結構次のワールドカップもまだ主力でいるんじゃないかなっていうふうに思わせる最近のなんか成長ぶりですね。ほう。皆さんまだ誰も話してないですけど、三笘選手はどうですか？ 2024 年、ビッグクラブ移籍も含めて。
今年はね、怪我もあってちょっと停滞気味ってなってるかもしれないですけど、ブライトンにまだいた方がいいんですか？僕はブライトンにいる三笘が見たいというか、まあ、ブライトン自体がこの成長戦略しっかり持ってるクラブだと思うんですよ。で、僕ブライトンすごいなってものが、今グロスってすごい選手になってるじゃないですか、はいはい、パスカルグロスって昔からグロスってアシスト期待値めちゃくちゃ高かったんですよ。なんで隠れアシスト、ただ周りが決めてくれないんで評価されないみたいな、うんうん、でこんな感じで評価の軸を別にちゃんと実体持ってる軸持ってるっていうか、あの選手目立ってないけど本当にいいよなっていうので、実際に三笘とかいろんないい選手がここで育ってすごいお金になって出てくみたいなのが、うん、まあマカリスターはまあすごいお金になったんですけど、カイセトとかいろいろ、うん、なんでブライトンって今は EL 出てあのプレミアでもこういい感じぐらいですけど、これがもっとすごくなる可能性がブライトンあるなと思ってて、なんで三笘がもっとビッグクラブ行きたいとかそういう欲があるんなら言っていいと思うんですけど、ブライトンにいるからって今後成長がないクラブなのかというと、ブライトン自体が成長するんで全然いいと思うんですね。レスター的なことも起きますか？レスターとスタイルが違いすぎるんで、ブライトンって、勝つことよりも、思った通りに勝つことが重要なんですよ。なるほど。はい。なんで、レスターの場合は形関係ないじゃないですか。もうしっかり守ってカウンターみたいな。もうブライトンはいっぱい、このフットサルみたいにいろいろ回りながらで、繋いでいくんで、結果、三笘が一番得意なサイドいないみたいな。ですよね。なんで、サイドいないですけど、守備の時にはサイド戻って、サイドバックカバーしたんで。なんで、今のチームいるときついんですけど、ただ、三笘はもう、それでも使われる。もう、桃やばいっすって言ってるのに使われてたじゃないですか。なかなか他のクラブ行って、同じぐらい信頼してくれる監督に三笘が出会えるかっていうのもあるんで。確かに。例えば、デゼルビがユベントスの監督に引き抜かれたりしたら、ついていくべきなんですかね、デゼルビが欲しいって言ったら。いや、僕は、次の監、まあ、当然、ブライトンの次の監督次第ですね。なんでかというと、デゼルビ、ユベントス行って、長期政権になるイメージないじゃないですか。確かに。でも、ブライトンだったら、デゼルビの長期政権は僕、あると思うんですよ。デゼルビがそれを受け入れるんだったら。なんで、そういうところですね。あとは、日本ファンとして、ユーベがいいか、プレミアリーグがいいかってのもないですか？今の僕がこう配信をしてて、僕の好みと別のところで配信での視聴者さんとかのこう勢いというかニーズで言うと今プレミアだと思います。ですよね。チェルシーとかどうなんですかね。デゼルビも行って左もね、ムドリックとかあんまりフィットしてないんで。デゼルビ改正どうですか。チェルシー、ポッターが行ったってこと。あ、そうですね。ポッターが昔行ったから、デゼルビが同じようにチェルシーに買われてってことですね。ビッグクラブならどこがあり得るんですかね。あれなんですよね、これはチェルシー批判ではないですけど、やっぱこれ好きな人ほど共感してくれると思って、ちょっと厳しいこと言いますけど、ユナイテッドとかチェルシーみたいに、オーナーからスポーツディレクター監督まで哲学が一貫してないチームは絶対行かない方がいいです。そうですよね。もうその時で右往左往されて、その時に最初にひどい扱いを受けるの日本人なんですよ。うん、あいつら戦力外でいいからってなるんで、これ一貫してるチームだと、しっかり戦略立ててくれるんで、調子悪い時期が少なくなるんですよ。うん、で、チェルシーはそこ安定してない、ユナイテッド安定してないんで、ビッグクラブ行くんだったら、シティとかアーセナルみたいに、やり方が安定してるところがいいです。これは別に、そのシティアーセナルが好きとかじゃなくて、やり方が安定してないクラブだときついんで、なんでブライトンは、そこやり方安定してるんでいいと思います。そっか、そうですよね。チェルシー、マンチェスターユナイテッドに行って、ほとんどの人キャリアダウンしちゃいましたもんね。そうなんですよ。最悪な会社みたいなもんですよ。なんで、選手の質が良くても、やっぱり気持ちが一つになるっていうのは、これ感情論じゃないですよ。気持ち一つにするのは、監督だったり会社のマネージメントになるんで、給料ね、上げててもやる気ない社員さんっているじゃないですか。そうですね。逆に安いのに頑張ってくれて、なんでかというと愛車精神があるんで、それのあるクラブにいるべきだ。一方でブライトンが3年以内ぐらいにチャンピオンズリーグ出れる可能性ってそんな高くなくないですか。いける、いけますか。で、三笘ももう今年27歳じゃないですか。そうするともうそんなにこれピーク年齢長くない。どのくらいブライトンが選手をまた夏売らなきゃいけないかですね。ああ、確かに。これ、今シーズン、カイセド残ってるとか、マカリスタ残ってる、コルウィル残ってる。うん、この辺いたら、今4位以内いますよ。確かにね。この3人の後に入った人たちの質は、かわいそうですけど、やっぱ差がすごくて、それをちょっとデゼルビも、そこは分かってくれみたいな、ちょっと言うんですよ。これだけ主力抜かれて、この成績のはすごくないみたいな、言うんで、なんてこれを、夏抜かれないチームにできたら、レバークーゼンもそうじゃないですか。やっぱ、ボニフェイスとかビルズが残ってるのでかいじゃないですか。あれ抜かれるんですよ、強いチームは。レスターもそうですし、うん、抜かれないチームできたら僕はチャンピオンズリーグあると思います。そこにかけるか、そのね、ブライトンの成長にかけるか、企業体力ですね。そうか、国がお金持ってるチームと戦わなきゃいけないんで、シティとか、もうニューカッスルとか、ね、はい、ということですよね。そこに勝てるかどうか。
ありがとうございます。それでは最後に、世界でこれからブレイクするんじゃないかという、特に今年ブレイクするんじゃないかという日本人選手を皆さんに伺ってもらいました。はい、じゃこれも僕後に。後行きますか。小沢さんから行きましょうか。僕は上田綺世と、細谷真優ですね。だから、まあ、上田はもう CL でアトレシコ戦なんか見ても、まあ、十分やれるなと思いますし、まあ、もちろんね、ベスペビッグクラブですけど、まあ、5大リーグの中での中堅以上に行ってほしいな、行けるなっていうふうなところ。で、まあ、細谷に関しては、日本人がヨーロッパのファーストステップ難しいですけど、まあ、ポルトガル、ベルギーでもいいんですけど、まあ、できれば5大リーグ、ブンデスあたりの中堅クラブなんかに行って、で、そこで点取ってステップアップすることができるタレントフォワードだと思うので、うん、まあそういう期待を込めて2人フォワードをしたいと思います。あ、上田選手は今ライバルヒメネス選手でしたっけ、すごい点取ってる選手が、はい、移籍するんですかね、多分移籍すればもうより出れるようになれますよね、うんうんうん、まだ今出場機会は、ね、あんまりないですね。そうですね、うん、そんだけブレイクする。レオさん行きましょうか。はい、僕はもう前2人は先ほど話した話にもほぼ網羅されてるんで、うん、鈴木唯人選手ですね。あのざっくりになるんですけど、イメージしやすい言い方すると日本のベリンガムだと思います。はあ。なんでこれがあのやっぱり日本人選手が今後キャリアアップできるかどうかって、海外での言葉と、言葉が最悪喋れないとしたら尋常じゃないコミュ力、うん、あの内田選手とか長友選手とか、長友選手はこう喋れた上でいじられてるじゃないですか。僕内田選手は喋りなんてみたいな言うんですけど、うん、実際あれはあのウッチーだからなんですよ、うん、もうめちゃくちゃ可愛がられる天才的な才能ありません、ね、なんかいろんな振る舞いとか見てる。喋れないんだけど、面白いフレーズだけは聞いてくる。で、僕とか、あの、こういうの面白いフレーズだよとか言って、なんでそれだけ知ってんのみたいな。ね、それで掴むから大丈夫なんです。なんでそこの、まあ、人間力って言っていいんですかね。そこで愛されたりとか、愛されないにしても喧嘩できるメンタルがあるかっていう。堂安選手も向こうで喧嘩してから扱い変わったみたいな。あ、こいつのこと無限していけないってなったみたいな。それが鈴木唯人選手あるかどうかまでは僕は分からないんで。ただ、行った時に、その、今代表呼んでもいいぐらい僕は足元の柔らかさ、判断のところ、守備の、ところでもしっかりやりますし、めちゃくちゃいい選手だと思ってるんで、この選手がそういうところでもうもっとステップアップするっていうのが今後もあるんじゃないかなみたいな。五輪で飛躍する可能性が高いってことですね。あると思います。そのぐらい僕は見てて、球糸の判断と技術、こう上から見てて、あ、こうしたらこうなるなみたいな、ゲーム的な視点で見ちゃう瞬間あるじゃないですか。それをしっかりその通りになるんですよね、とかそれ以上のことやってくれたりとか。なんで怪我とかコンディション落としたりとか、メンタル面で向こうでできあのレベル上がったところで萎縮しちゃうとかがなかったら、あのすごい選手になる一人だと思います。日本のベリンガムっていう、ベリンガムとどういうところが似てるんですか。あのフィジカルあって、フィジカルと技術の質高くて、それを判断間違えないところですね。僕はあの、時短っぽいなと思ってたんですよ。手足長くて、ボール失わなくて、周り行かせるみたいな。で、そこに、現代的な守備の判断だったりとか、フィジカル的なのがついて、ベリンガムってそういう評価されてるんで。なんで、鈴木唯人選手のメンタリティまで僕わかるんですけど、結局、やっぱり、ウェイク選手って誰に聞いても、みんな上手いんだと、ある程度のカテゴリー行くと。そっから先って戦えるかどうか。で、日本で戦えても海外行くと、孤立する選手っているんで、それに、鈴木唯人選手はどっちになるかっていうのは、ちょっとわかんないんで。でも、そっち側だったら、戦える選手だったら、ぐいぐい行く選手だと思います。ほう。三村さん、町田選手。はい。あの、まず、彼の置かれてる状況と彼自身っていうのがあると思うんですけど、町田選手、まず左利き、190センチで、あの、多分体の容積的にも多分一番多分今、日本のディフェンダーでも大きいと思うんですよね。で、それだけで一番体が恵まれてるのに、かなり、その、普通のコミュニケーションも含めて賢いなっていうところがあって、あと、プレーでもそんなにたくさん見てるわけじゃないけど、ウニオンサンジロワーズ見てるとやっぱ結構前に行けるなっていうところがあって、やっぱその今のトレンドとしてちゃんと前に行けないとセンターバックはきついかなっていう、そういうところを抑えてるっていうところがまず一つ彼の能力としてありますよね。はい、やっぱあとウニオンサンジロワーズ、三笘選手がいたのはご存知じゃないですか。うん、やっぱいい選手しかウニオン入れないですよ。ただ今、レバークーゼンでボニフェイスも今シーズンからウニオンサンジロワーズに来ました。で、ウンダフもまあ、ブライトンではまあ活躍したのかどうかって難しいけど、今、シュットガルトではブンデスリーガでもあのこんなにいい選手だったんだって、多分ドイツ代表にも今後入ってくるんですけど、まあそういうチームで次は上田、うん、あ町田だって言われてるぐらいの選手なんで、ベルギーで報道を見てると、なんでまあ彼が次どうクラブ選ぶかなっていうところも含めて、いいクラブ選んだら結構グランといくんじゃないかなっていう感じがあって、しかも左利きですからね、楽しみです。さっきのオーバーエイジのところでも、あ、確かにいけそうですね、はい、いいですよ、ね、ただ移籍をねしそうだから、ただそれがね難しいかなっていう、夏に移籍しそうだと思うんで。わかりました。じゃあ最後、
はい。木崎さんお願いします。金子拓郎選手は、まあ札幌ですごい良かったんですよね。で、J リーグのいくつかのチームを取りに行って、でも、まあレンタルで夏にディナモザグレブ行きまして、うん、今、非常に活躍してますね。もう5アシストぐらいしていて、左利きの右ウィング。で、カットインもできるし、縦にもいける。で、クロスも非常に得意ということで、まあ日本代表に入ってきてもおかしくないんじゃないかと見てますね。うん、で、吉永選手っていうのは今まだ高3なんですけども、神村学園から元区に入団することは決まってまして、左利きの左ウィングバック、左ミッドフィールダー、左足のクロスがすごい得意なんですよ。で、あんまり日本ってクロッサーってイメージの選手って少なかったと思うんですけど、うん、本当クロスで勝負するみたいな、でそういう意味で森保ジャパンもクロスを非常に重要視してるし、今サッカー界でクロスがまた見直されてるというか、クロスの得点増えてる。で、そういう中で吉永選手が、まあまだ若いですけども、まあ2024年ブレイクするか、って言われるとまだ確率は低いですけども、可能性はあるんじゃないですかね。あとここに書かなかったけど、中井ピピ選手、スペインで。で、中西さんの練習見せに行かせていただいたら、本当フィジカルも強くて、両足蹴れるし、苦しんでるイメージがあるけど、ブレイクするポテンシャルあると思います。2024年に中井ピピ選手がブレイクしてもおかしくないと思ってます。小沢さんどうですか、中井選手。僕、スペイン移籍してからの試合見てないので、まあ、あまり出れてない序盤戦だったので、なんとか出場機会掴んで、うん、で、飛躍してほしいなと思います。わかりました。さすがスカウトっていう中もね、やっぱ見てるとですね。いや、まあ、マニアックなところをね、あえてあげようっていうところで、でも、業界では多分すごい有名な選手。吉永選手も J リーグのチームは取りたかったけども、もうヨーロッパ行っちゃうと。高校からヨーロッパ行くのがもうトレンドになりつつありますね。U17 のワールドカップも良かったですね、うん、かなり。高3だけど高2の大会に早生まれなんで出れて非常に良かったですね。分かりました。今日は皆さんワールドサッカーから日本サッカーまでほぼ3時間にわたる熱いトークありがとうございました。ぜひ今年もいろんなテーマで深掘りしていきたいと思いますので、今年も1年視聴者の皆様も含めましてよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。